ちょっと昨日ね、福島の家族旅行から帰ってきまして、ほんで、家族旅行でね、ネットカフェにね、僕ネットカフェに行ったんだけど、その時にね、読んだね、青足っていうね、サッカー漫画がね、あまりにも面白すぎてですね、ちょっと続きが気になってしょうがないんでね、まだ3巻までしか読んでないから、なんでね、今日はちょっと、地元のブックオフにね、ちょっと行きまして、まあ、とりあえずね、今出てるね、最新巻までね、ちょっと読んでやろうかと思いまーす。はい。久々にちょっと、自転車にね、乗って、ぶらりね、チャリンコ旅ですわ。いや、ほんとね、面白すぎてさ、サッカー漫画俺全然読んだことなかったんだけど、ほんと面白くて、まだ3巻までしか読んでないんだけどね、J リーグの下部組織のね、話なんだけど、ちょっと久々に面白い漫画ね、見つけちゃったからね、楽しみですな。ちょっと僕漫画読むスピード遅いんでね、ちょっとどれくらいかかるかわからんけど、よし、着いたぞ。よし、行きましょう。青足をね、ちょっと探しますけど、どこにあるのか全然わかんないな。なぜか知らないんですけど、なんか青足がなかったんだよ。なかって、ちょっともう、しょうがないから、別のブックオフにね、ちょっと今から行きますわ。青足一つないとかさ、どういうことだよ、本当に。クソみたいな品揃えだった、マジで。お前、ここまでさ、結構自転車越えてきたんだから、ふざけんなよ、本当に。責任取れや、マジで。まあ、ほんと、クソ腹立つな。ということで、別のお店向かいます。ちょっと家帰ってきましてね、ブックオフ2軒ね回ったのよ。結構でかいブックオフね、ほんと結構でかいブックオフ、品揃えもめちゃくちゃあるブックオフ2軒回ったんだけど、青足がないんだよ。ほんと100円コーナーのも、300円くらいのコーナーもどっちも探したけどないんだよ。でもあったまきちゃってさ、もういいやと。ね、旅行、昨日だよ、ほんと。昨日福島から帰ってきて旅行疲れでさ、体疲れてんのにさ、チャリ、ボロボロのチャリ、俺、チャリにも金かけたくないからさ、すげえ安い、1万円もしない、ドンキで買った1万円もしないチャリね。すごい重いね、ボロボロの、速度も出ないね、チャリで。ねえ、2軒も回ったのに。青足がなくてさ。クソだね、本当に。ブックオフクソだ、マジでもう信用ガタ落ちですね、本当に。今までね、
ほんとよくブックオフ僕行っててさ、うん、特にその大東文化大学中退してね、あのイギリスの大学入学するまでの1年間とはよくね、ね、前によく行ってたんですよ、暇なんで。にもかかわらずなんかその裏切られた感覚だよね、うん、とね、もうさ5月も終わりで暑くなってきてさね、チャリ越えたらまあ汗だくですよ、うん、客を何だと思ってんだろうね本当に。なんか青足ってさ、なんか書いてあるそのなんか札みたいのが、まあ、さっき見せたけど刺さってんのよ、ビッグコミックスピリッツの小学館のねコーナーに。そこ札は刺さってんのに何もないし、売り切れですとも書いてないし、でなんかその下りエスカレーターの横にありますと言って行ったら、そこにも札刺さってるけど何もないんだよ。せめて売り切れですとかさ書いてくれれば分かりやすいのにさね、そういうのないからもうすげえ探しちゃってさ俺、うん、ほんとすごい探したの。今何時だ、もう5時半ですよ今帰ってきたけど、これ 5時半だよ、5時半だよ、もう見ろや、貴重なさ一日をさ、まあ無駄にされたよね、うん、まあ所詮ね、所詮ブックオフなんてね、転売屋と同じだから、本当に本当にクソみたいなね商売だから本当に、うん、君のありがたブックオフありがたがって使ってるかもしれないけどね、クソみたいな商売だからあんな本当にね、お客様がね持ってきた、お客様が持ってきたね本とか服とかね、ね CD とかをね、ゴミ同然の価格で買い取って、でそれをねぼったくり同然の価格で売るっていうね、クソですよ本当に。まあブックオフ見てんだろ、おいブックオフの、まあ社員アルバイトお前全員聞いときゃ、まあお前らがやってることはね、クズだから、クズ当然だから本当に、まあ、恥を知れやお前本当によ、まあ、ぼったくりやがってお前金返せや本当、まあ、いやー悲しくないよな、 こんな商売がねまかり通っていいのかとね、まあ、思うと悲しくなりますわ本当に。いやもうまだ怒り収まらないよ本当にね、マジで青足一つ揃えられないとかさ、何の価値があるんだよマジで。人気、多分人気なのかな分からないけど、まあコーナーにあったってことは多分人気なんだろうね今青足ね。人気漫画のさ一つで二つ揃えられないとかさ、もう無価値でしょねえ、ほんと舐めてるよなマジで、客のこと舐めてるよ、か客のこと舐めてなきゃあんなゴミみたいな価格で買い取らんわな。てか0円でなんか無料で引き取りだけになってしまいますけどいいですかみたいな時もあるもんな、舐めてるわほんとに、ぶっ潰れないかなマジで、ほんとマジぶっ潰れてほしいわほんとに。うん、まあね、そのうちね、ブックオフとかそういうのってね、俺なくなると思うんだよね。この先、その社会が発展してったり、技術が発展してったらさ、その物を売る仕事って俺なくなると思うんだよね。だってもう、それこそさ、今さ、なんだろう、電子書籍とかさ、ね、いろいろあったりとかさ、で、もしくはその、メルカリとかさ、個人でさ、ネットで売れるみたいな、そういうサービスとかさ、どんどん出てきててさ、あんなさ、わざわざなんかそのね、あんなくっさいさ、あれ、肝デブとさ、ニートとさ、で、ブサイクしかいない、くっさいさ、本屋に、誰が行くよって話だよな。絶対俺、なくなると思うんだよな、今後。うん。だからまあ、ね、せいぜいまあ持ってね、まああと、ね、10年持てばいい方だと思うよ。でも10年後俺、ぶっこくなくなってると思うから、本当に。うん。せいぜいさ、残り短い余生をね、まあ今のうちはね、ふんぞり返ってね、北総園出られるかもしれんけど、まあ10年後、ね、君たちがね、どうなってるか、楽しみですよ。ほんと見損なったよ。ほんとブックオフ大好きやったのに。見損なった。